皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。 Bレジェンド管理栄養士の布目です。 Bレジェンド上野です。皆さん今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、今日は何ですか、その入り何なんですか。あのいかにもこれから すごい議論をしましょう。朝まで何でしたっけ、テレビあるじゃないですか。さぞや壮大なテーマで今日はお話を、ね、今日はそうですね、たまにですね結構言われることがあるんですけど、プロテイン飲んでたらおならが臭くなりました。なるほど。みたいな問い合わせがたまにあるんですよ。そうか。その辺の関係性についてこうやっぱり管理栄養士の布目さんと、つまりも朝まで生おならと、はい、そうですね。いうことで、そうインテリ上野さんと一緒にこう討論をしていきたいと思います。インテリ上野さんって何だ。適当なあだ名をつけないでください。じゃあ染田さんはおならが臭いんですか。いや、まず僕おならしないんで、はい。染田さんはおならが臭いんですか。めっちゃ臭いですよ。プロテイン5回飲んでるんで、ちょっと臭いかなっていう時はたまにあったりはするんですけど、どうですか、布目さんは。おならが臭いか。私はおならしないんで、わかんないけど。奇遇ですね。どうですか、上野さん。私ですか。はい、私おならはするんですけど、はい、たまにこうすかしてね、コンビニとかでしちゃうと、なんかそのしたところに別のお客さん来て、これ店内私しかいないから絶対私が鳴らしたってこの人にバレてんなとか、その人の可愛かった日にはね、一日こうどんよりですけど、そういう話じゃなかった。そんな話じゃない。おなら、やっぱりそのプロテインに関わらず、なんかタンパク質が優位に取れてるときはおのずと臭くなってるかなというか、だからその優位ってところも、なんか他のもの、他タンパク質しか食べてないよみたいなときはやっぱ臭いなっていうのを感じます。はい、確かにそうですね。なんか、まあ、言われるのが、動物性のタンパク質を取ったときに、それが悪玉菌の餌になるので、そうすると悪玉菌がちょっと有害なガスを出すみたいなので、アンモニアとかアミンとか、うん、そういったのを出すっていうので、腸内環境がちょっとあまり良くなくなると、うん、そうなるのかなってことも考えられますけどね。そこは割と多分、ね、結論に近づいてる話だと思うんですけど、うん、そうだと思うんですよ、ね、おならが臭いっていうことで、もっと言うとおならがたくさん出る人っていうのは腸内環境が崩れてる可能性が多いですよね、うんうん、それはすごく感じます。ただなんか、まあ、もしね本当に気になるっていう方は腸内環境を整えればいいので、まあ、植物性の、まあ、ソイプロテインだったらもしかしたら、だからそうやって考えると植物性のタンパク質なので、このホエイの動物性タンパク質よりも、そういった原因が起こりにくいのかなって一つ思うんですけれども、まあ、このホエイとかの動物性のタンパク質取っている人で、それどうにかしたいよっていう方は、腸内環境を整えるっていうふうに考えればいいのかなと思うので、まあ、善玉菌を増やすようなそういう食事をしたらいいのかなと思うんですよね。なので、まあ乳酸菌だとか、まあ、あとよく言われるところで言うと食物繊維を取る、そうですね、水分をしっかり取る、あとは何ですかね、あとまあ、飲酒とかはやっぱり少しその腸内環境を悪くするっていうところが言われてるらしいですよね。だから私はお酒を飲んだ後もおならがすごく臭いです、ね、そこですごくすごくピンときました。あ、はい、へえ。だからまあそういうところのアプローチでこう、まあ、改善はできるのかな、まあ、プロテインの一概にせいではないですよと、他のところの工夫次第では、まあ、改善はできますし、まあ、そうしていただいた方がね、やっぱりお互いのためというか、なんか例えば結婚されてる方で旦那さんがプロテイン飲み始めて、まあ奥さんでもいいです、奥さんだともっと悲惨ですよ。だからプロテイン飲み始めておなら、つくかな、おならがきつくなおならにきつくなったって言ったら、それはもうね、家庭崩壊の危機ですからね。買ってもらえなくなっちゃいます。いや、そうです、
です。我々としてはやっぱりそれでも買っていただきたいですし、やっぱり家庭の環境を崩したくないっていうところで、腸内環境をこうやっぱり改善するっていうところを着手していただくのがいいのかなと思います。腸内環境崩れるとやっぱりそのトレーニングのパフォーマンスもどっかしらで下がってると思うんですよ。そうですね。吸収効率とかもなんか下がるんちゃうかなと僕も勝手に思ったりはするんですけど、その辺は多分これからどんどん研究が進んでいくと思うんですよね。その腸内環境がそのトレーニング及びスポーツに、スポーツに及ぶす影響的なのはね、あると思います。面白い結果が出てくると思います。まあおならをしない2人には何ら関係のない話なんですけど、ね、そうなんです。そういうんですもんね。実際その部分で僕もやっぱりおならはするんですけど、やっぱり臭いなって自分で思ったことがあって、でその辺腸内環境を整えようと思って積極的に食物繊維とか、そういう乳酸菌ですね、例えば僕朝昼にヨーグルト食べるんですけど、朝も食べてる、そうです。それをやってからはやっぱりかなり改善されたかなって思ってて、でまあ自分自身なんか吸収効率も良くなってるんちゃうかなっていうぐらいに思ってて、ぜひこう皆さんにも取り入れていただきたい習慣ではあるかと思います。はい、まあ、なんか乳酸菌系の多分その食品っていろいろあると思うんですよ。発酵させたものとか、ね、で乳酸菌も種類が非常にもうたくさんあるので、正直合う合わないがあると思います。ヨーグルトが合う人と合わない人は必ずいると思いますし、特に日本人の場合は、まあ、昔から その食べ慣れたものでいうとむしろ漬物の方が良かったりっていう可能性もありますし、納豆とか、ね、あ、そうですね、まあ、そういうところの改善を、目指していただくと、まあ、おならも臭くなくてっていうのもあると思います。でそう、実際あると思うんですよ。トレーニングして気張ってブッて出る時ってあると思うんですけど、それは多分恥ずかしいと思うんですよ。でもそれはその人が耐えられなかったというよりも、そういう腸内環境を作り出してしまったことに原因があると思うんです。トレーニング中に出てしまう、それはもう腸内環境へのアプローチへの怠惰だと思うので、なんかその辺はね、気持ちよく、お互い気持ちよくトレーニングするためにもぜひ取り組んで皆さんいただけたらなと思いますけど、こんな感じでいいですよ。いや、すごい壮大だ。そうですよね。え、嫌でしょ、たまにジム行ってなんか今日なんか臭くねみたいな話、なんか俺絶対誰かぶっかましちゃうねと、嫌でしょ、うん、それは嫌すね、確かに、まあ、それがこうどっちが被害者でどっちが加害者になるかって紙一重ですし、ね、そうそう、そういうことです、はい、まあその辺で言うと、あとまあコメント欄もせっかくありますし、その辺のケアみたいなのがどういうところを気をつけているのか、でそもそもケアしてるのか、あんまり意識それこれまでしてなかったですっていうのは、まあ、それはそれで興味深いですし、こういうところで腸内環境のアプローチを行ってますみたいなコメントにいただいてもいいでしょうかね。そうですね、欲しいですね、そう、なんかその辺は多分今後すごく伸びる領域というか、研究がこれからどんどんされていく領域で面白いと思うので、そこの皆さんのお考えをぜひお聞かせコメントでいただけたらと思います。そういたしましたらね、こちらの動画が参考になったとかいう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。さよなら。